こんにちは。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 今日はインタビューよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ外に行きましょう。はい。はい。全員学園チャンネル。じゃあインタビューよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。まずですね、じゃあ自己紹介をお願いします。はい。成田校整備学園1年生土田です。よろしくお願いします。お願いします。土田くんね。はい。はい。お願いします。はい、じゃあ土田くん、今日いろいろね、まあ、昔の話とか聞いていきたいんですけど、はい、まあ、今回ね、こうやって僕成田校に来たのは土田くんがね、コメントしてくれたということで、成田校に来てくださいってね、はい、はい、それで、お、行こうと思って来たんですよ、はい、はい、土田くんの、はい、小学生時代の話なんですけど、はい、どんな小学生時代を過ごしてましたか？どんな小学生時代、うん、めちゃめちゃ普通に過ごしてましたね。友達と昼休みとか、うん、ドッジボールとか外出て普通に遊んでましたね。あ、もうなんかあの毎日学校行ってた感じ。あ、本当にそうですね。めちゃくちゃ楽しかったですね。なるほどなるほど、はい、そうなんだね、はい、じゃあそこから、まあ、中学校に上がるわけじゃないですか、はい、中学校の時はどうだったの？いやー、ちょっと出花をくじかれましたね。出花をくじかれた、はい、っていうのは、その中学校が周りに少なくて、その他の小学校がと一緒に集まるみたいな子だったんで、いきなり環境が変わって小学校と違って急におとなしくなって、なんか目立ちたくないなって思い始めて、ちょっとそこで人間関係、いじめでちょっと学校行かなくなっちゃったんですよね。あ、そうなんだ、はい、もうね、小学校の時は元気で毎日行ってたのに、はい、そうなっちゃったんだ。そうなっちゃったんです。え、いじめっていうのはさ、はい、どんな感じだったの？いじめ、なんだろう、当たりが強かったり、靴踏まれたり。自分は小学校がめちゃくちゃ平和すぎていじめとか全くなかったんですよ、うんうんうん、でいきなり中学校でいじめっていうのを体験して、あ、無理だってなって自分が折れちゃいましたね。あ、じゃあそれでさ、はい、まあ、中学1年の時にそうなって、はい、で、まあ、そこから行かなくなった？全く行かなくなりましたね。ちょくちょくその出席だけ、特別教室みたいので、うん、出席だけ取って帰ってましたね。ああ、そうなんだ、はい、ああ、なるほど。じゃあもう中学校3年間ほぼ学校行かなくなったって感じなの？はい、1年生の1学期、夏休み前までは頑張ってその行ってましたね。で2学期夏休みが終わって、その高校を当日に親に行きたくないって言って、うんうんうん、行かなくなりましたね。家にずっといたの？そうですね、基本的に家にずっといましたね。何やってたの？最初はもう怖くて、うん、学校のことを考えるとなんかお腹痛くなったりして、だからずっとゲームとかしてたんですけど、うん、途中から学校も行ってないのに家で何もやってないのはちょっと勉強もしない、うん、何もやってないのはやばいなって思ってて、なんか親にできることないかなって思ってたら家のことをし始めましたね。家事みたいな、親の代わりではないですけど家事をずっとやってた。そんな感じです。へー、申し訳なさすぎて、みんなが当たり前のように行ってる学校を自分だけ行ってないで家で何してんだって思ってやろうって決めましたね。すごいな、そう思えたんだ。はい、そうやって思って家の家事とかをずっとやってたんだ。はい、そんな感じです。整備学園グループ出願受付中です。ウェブからもできますのでチェックしてください。整備学園チャンネル。中学校3年生になって受験シーズンになるじゃない、はいはい、その時はどう考えてたの？どう考えてたの？全く分かりませんでしたね。どうしよう、勉強もできないし高校は行かないとやばいなって思ってたんですけど、全日制、うん、頭になかったですよね。先生にこの学校を言われるまで全く分かりませんでした、高校を、はい、どうしようみたいな感じだ。本当にどうしようって。あ、じゃあ先生に、学校の先生にここを紹介してもらった感じ？はい、先生はめちゃくちゃいい人たちだったんですよね、うんうんうん、担任の先生とその特別教室、自分が通ってたたちの2人はめちゃくちゃいい先生で、うんうんうん、こういうとこどうっていうのを勧めてくれてここに決めました。なるほどね、はい、あー、そっかそっか。じゃあさ、まあ、ここに決めて実際入ってみて、はい、どう？めちゃくちゃ楽しいですよ、おかげさまで。
楽しいですか。はい。何楽しい。何楽しい、もう全体的に楽しいですね、うん、ずっと中学校は家にいたんで退屈で、うん、でも勉強は今更やってもなーってずっと後ろ見てばっかで、ここに入ったらもう楽しくてしょうがない。毎日行ってます。マジか。はい。うわー、なんか嬉しいわそっか。はい。じゃあまあ友達もできて、はい、まあそうだね、先生方とも接しれるし、はい、普通の学校生活が楽しい。はい、そんな感じです。じゃあさ、さっきも言ってたけどさ、はい、全く勉強してなかった、はい、うん、っていうのでさ、授業は今どんな感じ。めちゃくちゃ苦戦してますね、本当に全く触ってこようとなってなかったんで、うん、めちゃくちゃ苦戦してますね、1年生で。中学校の振り返りから。はい、1年生なんで、うん、まとめて1から3年生のやつやってるんで、めちゃくちゃ苦戦してます本当に。まあそうだね、はい、だから中学校の勉強を今やってる感じだもんね。はい、今めちゃくちゃ取り戻してます。そうだね、3年分取り戻すんだもんね。はい、はい、1年で。そりゃ大変だよな。めちゃくちゃ大変です。じゃあさ、まあ西部学園の特色でもある、はい、クラブ活動なんだけど、はい、何かやってたりする？ゲームと学習検定に入ってますね。ゲームクラブ入って、学習検定っていうのは何やってる？その日の授業の分かんないところだったり、レポートが終わってなかったりしてる時に入って教えてもらってますね。取り戻さないとやばいって自覚してるんでそこで取り戻そうとしてるんだね。はい、うん。西部学園グループ2023年度新機構開校いたします。まずは千葉県西部学園市川校、栃木県西部学園栃木校、西部学園宇都宮校、そして神奈川県西部学園横須賀校、西部学園茅ヶ崎校、西部学園秦野校。はい、この学校説明会、そしてですね、個別相談会随時行っております。新機構でぜひこの概要欄から、お問い合わせください。皆さんの、お問い合わせ、そして学校説明会でお会いできるのを楽しみにします。皆さんよろしくお願いします。入って8ヶ月ぐらいか、はい、これからのことをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、まあ、もうすぐ2年生じゃないですか、はい、なんか西部学園でこれから挑戦していきたいこととかってあったりする？挑戦式、いやー、うん、難しいですね。今めっちゃ勉強ぐらいですかね。今やばいなって思ってるのが、うんうんうん、2年生になってその高校の内容に入ると思うんですけど、そこでちょっとやばいなって1年生でめちゃくちゃ苦戦してるから、2年生になってマジで頑張らないとなって思ってますね。今勉強ですね、今の目標は。なるほどね、はい、うん、わかりました、はい、じゃあですね、最後になります、はい、これを見てくれている中学生の皆さんにメッセージを一言お願いしたいんですよ。はい、まあいろんなね、経験してるだろうから、はい、うん、なんかそれも踏まえてお話ししてもらえると嬉しいなと、はい、お願いします。あの、自分と同じような経験して中学校全く行ってなくて高校どうしようかなって思ってる人はここに来てください。もう楽しいです。勉強も分かんなかったら先生に聞けばいいし、聞きやすい環境でもあるし、先生と話してると話しやすい環境が出てきてて、友達も同じような人、その中学校にちょっと分けありみたいな感じで友達もできると思うから来た方がいいです。ぜひ来てください。自分もまだ1年生なんで、もし来年ここに来るんだったらお話ししましょう。終わりです。ありがとうございます、はい、西部学園チャンネル。経験してるからこそだよな、はい、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそ。これにてインタビュー終了になります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました、うん、はい、またね。1年後ぐらいにまた来るわどうなってるか。マジっすか